ここだけの韓国グルメを紹介。今日は韓国焼肉ができるお一人様ランチにやってきました。こんにちは、ニケです。今日はですね、渋谷に来ております。ちょっと映像ブレブレで申し訳ないです。今日ね、行こうと思っているのは韓国料理屋さんで、かつ焼肉屋さんっていうとこなんですよね。で、結構焼肉屋さんの中でもちょっとね、こう高級感あるような感じの焼肉屋さんなんですよ。そこが韓国料理をね、取り扱ってるっていうことだったので、今回はねこちらにやっていきました。このねビルをね上がったら着きます。7階とかだったかな。お店が飯の台所さんっていうとこで、芸能人の際もぎっしりです。それではね、早速入っていきましょうか。一人で来た場合はこのカウンター付きに通されて、複数人の場合は個室の席だったり、まあホープの席に通されます。ランチは渋谷夢付き馬台ランチ食べていきます。ランチ頼むとね、ソフトドリンクは1杯無料でついてきます。そしてこれが渋谷夢付き馬台ランチです。ハラミとデジカルビをね使用しているランチなんですよね。タレ付きのデジカルビかな。あとはですね、こうやった野菜だったり、そしてね、まあスープ、味噌汁ですね、がついてきて、あとキムチと、お米は白米10穀米選べます。で、まあ焼肉屋さんっていうことで、ランチでも自分で焼いていくっていうスタイルかな。今やってんのがこれ、ハラミですかね。お肉は国産のお肉です。まあ今回はね、ちょっと韓国料理番外編みたいな形に近いかもね、焼肉ってなると。韓国料理をね、まあ頼んでもよかったんだけど、ガチの方ね。でも、まあここに来た時にはランチ食うだろうなと思ってね、こっちの方がいいかなと思って。こうやってね、もう絶対美味しいような食べ方で僕はずっと食べてました。これがデジカルビなんですけど、黒豚味噌って感じだったかな。まあちょっとね、変わったデジカルビ。結構濃い味のデジカルビなのでね。まあこういった形で食べていくこともできますっていう。そして最後に登場するのはこのソウルカルビです。こっちの方がね、すっごいデジカルビっぽいんですけどね。まあ、お店とかでも行ってよく出てくるような味付けしたデジカルビって感じかな。これはね、長いやつだから自分でハサミで切っていって食べるっていうスタイルになってきます。まあこのサイズはね、そんなに大きくないから普通に今焼いてるんだけど。まあこんな感じでソウルカルビ、あと黒いやつ、黒豚味噌のデジカルビと、あとはハラミですね。まあ普通の美味しいやつですよね。が3つ入ったこのランチを今からね、早速食べていきたいと思います。まあ結構もう食ってるんだけどね。チャンオッケスミダー。まあっていうかね、僕ねこれ喋ってて思い出したんだけど、前回ねサムギョプサル紹介した時にもう当分お肉は来ないですって言ってましたね。来ちゃいました。まあ普通の韓国料理屋さんなのかなと思って入ったら、結構焼肉推しの韓国料理屋さんだったからね。っていうかね、ほとんど焼肉屋さんっていう感じの方が強かったかな、雰囲気的に。だからね、まあちょっと普通の韓国料理あるのかなと思って入ったら、お肉美味しそうだったし、お肉頼みました。ちょっと雰囲気も高級感あるからね、あのですね、そうだな、まあちょっとね、ちょっとだけちょっとお高めな焼肉屋さんになってます。夜とかね、結構高かったんですよね。予算見てても7000とかだったかな、確か。まあお肉ね、7000ぐらいだったらまだまだちょっと高いぐらいで済むのかなと思うけど。あ、このデジカルビね、焼いてるんだけどね、結構焦げやすいからね、気をつけてください。これをね、このハサミで切っていきます。で、切った後はこんな感じ。まあ、適当にね、切っちゃえばいいかなって思う。一口サイズに、全然綺麗に切れなかったです。自分でね、こうやって焼いていくのってほんと難しいからね、店員さんに焼いてほしいなって思う、いつも。味に関して詳しく述べていくんですけど、まず総じてかなりね、質の高いお肉になっています。ハラミはもちろん牛使ってて、あと2枚は豚だと思うんだけど、黒い方はね確実に豚なんですけどね。まあ赤い方も結構脂身あったし、デジカルビかなと思うんだけど、結構ね美味しいんですよ。まあ特にね、牛使ってるハラミはね、かなりの美味しさでしたね。でね、今回もね、ちょっと味の特徴とかもポイント、おすすめできるようなポイントをいくつか紹介していきたいなって思います。まず一つ目が、ハラミのお肉の柔らかさっていうところ。もうすっごいね、柔らかくて、こんなに柔らかいお肉なんだって、普通に感じましたね。焼肉屋さんとかあんま行かないんですけど、ハラミってこんなに柔らかかったっけ？こんなに美味しかったっけ？ってね、本当にね、疑っちゃうぐらい美味しくて、いや、ちょっとね、やっぱ高級感あるとか、お肉の質全然違うんだなって思いましたね。他のお肉に関しても、辛口旨辛ソウルカルビと、黒味噌デジカルビか。この2つもね、すっごい美味しくてね。
黒味噌は結構香ばしめで味濃いんだけど、なんかすごいパンチがあるような味とかじゃなくて、グッとね来るような重い感じの味の濃さでね、結構癖は強い方ではないんだけど、若干癖強めの味でしたね。あ、これです、これ、この豚肉。ご飯とは相性そんなに良くなかったかも。ちなみにね、枚数なんだけど全3種類あって、で1種類だけ切るタイプなんだからあれなんだけど、まあ4切れずつ入ってたんで、計何枚だ、12枚ぐらいか食べれるかはね、まあ、そこコスパいいよなって思って、そこがね今回2つ目のポイントでした。コスパいいよなってところ。まあ焼肉ランチの値段そんなに安くないから、そこでコスパって考えたらどうなのかなとかももしかしたら思うかもしんないけど、お腹いっぱいにはなれるかなって思います。まあ結構質高いお肉を1600円ほどだったかな、それぐらい値段でまあたくさん食べれるって考えたら、まあそうですね、やっぱりコスパはいいかなって思いますね。あ、ちなみにもう一つのね、ソウルカルビの味なんですけど、辛口って書いてあったんだけど別に辛くないし、あとねそんなにこれに関してはまあ普通だなって思った。僕の焼き方がダメなのかわかんないけど、そんなにねまあ普通にまあ美味しいのかなみたいな感じの味だったかな。印象薄い味でした。でね、ここまあ焼肉屋さんと韓国料理屋さんって言ってて、じゃあ韓国料理どんなメニューがあるのって感じなんだけど、ちょっとね見せていきます。普通にねキムチの盛り合わせだったり、あとトッポッキとかにチヂミもね、ケランチも置いてあるんですよ。だからねまあ普通に韓国料理屋さんなんだよね。まあ今回はね韓国料理屋さんってことで、締めはねこの手作りホットク注文します。じゃーん、手作りホットクです。これをぜひね当店では食べてほしい一品ですっていう風に書いてあったから頼んだんだけど、めちゃくちゃ美味しいです。このアイスもねちょっとカラメルかかっててね、パキパキしたような感触もあるしね。もちろんホットクはね注文してから焼いてくれてるのでね、熱々の状態でかつアイスのひんやりした状態で結構ねいい感じの相性ですね。ホットクはミントあって、アイスあって、で普通にメープルシロップかかってってっていう感じで、こんな形で食べていきます。もうこれねすっごく美味しくてね、高級感もちょっと感じるような、まあ感じるかわかんないけど、すっごいホットクだから、お店にあったまあそのコンセプトを崩さずに韓国料理のデザートを楽しめるっていうところもいいかなと思って、これがね3つ目のポイントです。飯の台所っていうお店の名前だし、ジャンルも韓国料理屋さんって書いてあるから韓国料理屋さんなんだけど、結構焼肉を推しにしてるようなお店だったのでね、まあ焼肉食べながらチゲとか、あと最後デザートこういうの食べるっていうのが一番楽しみやすいかな。まあだからね、韓国料理と焼肉屋さんが一緒になった場所に行きたいっていう方にはぜひおすすめですね。チャームごすすめだ。それでは今日のポイントを3つまとめておくと、まず1つ目がすっごく柔らかいハラミを食べれる、そして2つ目が質の高いお肉をね贅沢にお腹いっぱい食べれるからコスパいいよねっていうところ、そして3つ目がお店の雰囲気に合ったちょっとねレベルアップしたホットクを楽しめるっていう、この3つのポイントがこっちをおすすめできるポイントでした。先ほども言った通り、上質なお肉を食べたいでかつ韓国料理屋さんがいいっていう時にはこちらのお店すごくおすすめできるので、ぜひねトライしてみてください。それでは今日は渋谷の飯の台所さんの焼肉ランチのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではねまた次回の動画でお会いいたしましょう。アニョーン。Thank you.